ついちゃんことついななみです。はい、ただいまですね、ちょっとドタダタダタダダと買い物をしてきて、今から夕飯の準備をしていこうかなと思います。もう急遽回しているので、もうね、マスクしてたからボロボロな状態なんですけど、まあサクッと夕飯準備していこうかなと思います。もう簡単にちょっと買ってきたものを紹介しつつやっていこうかなと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。はい、ということでまずは大根、そしてアスパラ、そして絹さや、そしてアボカド2つと白滝と、あとなんかさ、山わさび納豆っていう初めて見た納豆が売ってたので買ってみました。はい、納豆。はい、カラカラ。はい、そしてこちらのなんかニンニクのかけらっていうやつが売ってて、本当はニンニク1個買おうと思ったんですけど、このかけらがわりかし一粒が大きくて、そうなんか使いやすそうだなと思ったのでこれを買ってみました。ニンニクのかけら、コップ。はい、飲んだらおしっこ出るかも。はい、そしてコアシャンがナタデココを、大好きなナタデココを飲みます。はい、座って飲んでね。はいはい、はい、そしてコアシャンが買ったアンパンマンチョコですね。で、コアが買ったアンパンマンのおやつソーセージですね。はい、そしてクレヨンしんちゃんのふりかけ。開けて。よし。一個ママにちょうだい。チョコ食べたい。SL マンいただきました。はい、そして私が買った。ママもチョコ買ってたね。このいちごのチョコが大好きで、私。見つけると買っちゃう。このいちごのチョコでしょ。そして、アーモンドフィッシュ。チータラ、これコアが好きなの。ていうかみんな好きだね。チータラとサニーレタスとシャンウェッセンの普通のタイプとチーズのシャンウェッセン。あとはちょっとね、なんか久しぶりに高野豆腐食べたいなと思って高野豆腐を買いました。で、あとは塩昆布。なんかこの熱中症ゼロへっていう文字を見て買ってしまった。なんかサラダだったりとかおにぎりだったりとか、そう、浅漬けとかね、夏にはすごくいいのかなと思って、そう、なんか 145g 買いました。はい、そしてチーズはんぺん。あとはあの鮭の西京焼き。ノアがね、お魚焼いても食べないのよ。で、わりかし魚ってあんまり好んで食べなかったりするんだけど、西京焼きが好きで、西京焼きだと食べてくれるので、この鮭の西京焼きを買ったんですよ。そしたら今日ね、行きつけのお店、最近行けてないんだけど、行きつけのお魚料理屋さんがあって、そこのお魚料理屋さんにお中元をね、あげたらお返しで、私たちが大好きなこのアラニっていうね、お魚煮たやつがあるんですけど、これをお返しにね、いただいたんですよ今日。このやばい、久しぶり、本当にコロナでなかなかこう外食って行けてなくて、このお魚屋さんももう本当何年単位で行けてなかったりしてるから、そう、アラニめちゃめちゃ久しぶりでございます。しかも大好きなアラニがお家で食べれるだなんて、めっちゃ嬉しい。こんな感じのアラニでございます。そう、だからちょっと西京焼きはちょっと後日にして、今日はこのアラニをいただきたいと思います。超嬉しい。よし。で、あとはそう、今日ね、本当言ったらお米と牛乳を買いに行ったので、こんだけ買って牛乳とお米を忘れるっていう事態になりまして、車乗った瞬間に、あ、やべえと思って、で、まあ戻るのもちょっとこのスーパーが混んでたから嫌だなと思って、で、途中の小さめのスーパーに寄ってお米を買いました。もうちょっと入れちゃったんですけど、お米10キロと、はい、牛乳3本買って、はい、
来ました。もう本当に牛乳の減りが早すぎる、そして米の減りも早すぎる。もうびっくりしております。もう夏休みっていうことでやばいですね、きっと。まあ外食っていうものはほぼほぼないから家で食べる感じなんですけど、にしても食費はやばいと思われます。もう10キロがわりかし一瞬で消えていくので、牛乳3本はマジでリアルに1日でなくなるっていう感じでございます。はい、なのでちょっと頑張っていきたいと思います。なのですけど、まあここからちょっと簡単に夕飯準備、もう本当に粗煮をいただいたので、他にサクッと簡単なものを作っていこうかなと思います。さあどうしようかな。粗煮をいただいたので、あとはお肉系をやろうかなと思って、もともと今日肉じゃがにしようと思ってたんだけど、肉じゃがと粗煮ってどうなんだろう、どうなんだろう、か肉巻きのフライにしようかなって思ってたんだけど、なんせちょっとね解凍し忘れて、お肉をどうしよう。肉じゃがが楽だけど、肉じゃがと粗煮ってどう思いますか。どうしよう。とりあえず高野豆腐は食べたいから作る、食べたいから作ります。どうしよう、どうしようかな。とりあえずコストコの豚バラ、そうコストコの豚バラがめちゃめちゃ残ってるので解凍してフライにします。またフライかよって感じだよね。ハンバーグかフライしかなんか見せてない気がするんだけど、まあ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 こんなもんなんです、うち。そうなんです、うちはもうハンバーグかフライ本当に嫌だ、本当に嫌なんだけど、でもまあまあまあ多めです、やっぱり。どうしてもご了承ください。ミルフィーユカツにしましょうか。でアスパラ入れるとあんまりちょっと好きじゃないみたいなんですけど、肉だけよりはアスパラ。チーズ入れてもいいかな。そう、チーズ入れるかアスパラ入れるかみたいな感じでいこうかな。もう迷ってる間に時間は経つのでやっちゃいます。むしろもう今日は粗煮があるからフライ、これ明日にする。もう高野豆腐も明日にします。だからフライ作って、あとサラダして終わり。もういいんです、もうね3連休の中日なんですよ今日は。そう、土日月、まあ昨日の土曜日学校だったけど、なの でパパさんも今日は帰ってくるのが遅いみたいなので、子供らがご飯を進むメニューメインですね。まあいつもそうなんです。折れた、アスパラの皮むくの本当に嫌い。おいしい、はい、そしたらもう着替えを入れるためにエプロンをしまして、作ります、していきます。やばいかな、火通り過ぎちゃったかしら。やばい、雑すぎるかな雑すぎるかな。ミルフィーユだからとりあえず重なって負けてればいいから、もういいや、何も入ってないのはこう巻くみたいな。チーズ入れたいな、避けるチーズがあればよかったんですけど、避けるチーズがないので 6P チーズにします。 6P チーズを、チーズとアスパラを巻きます。負けてればいいや。そしてあとは子供の分ができてればいいかなって。量的にもこれしかない。もうでも解凍するのもやだ、もうやだ、マジでやだ。この解凍してから買いも行けばよかった。はい、とりあえずもうこれだけ、これしかできなかったけど、10個しかできなかったけど、まあまあまあ子供たちだけだしいいかな。これをまあいつも通りパン粉漬けしていきます。パン粉漬けとハンバーグしかできないんですわ
だってさ、パン粉漬けにもパン粉だしさ、ハンバーグにもパン粉じゃん。そりゃパン粉もすぐなくなるわな。もうやだ、ほんとに。料理教室とか行ってみようか。もうちょっと洒落たさ、ものとか作りたいよね。あー、やんなっちゃう、ほんとに。いや、作れるよ、一応。他にも。何とか言いづらいけど。もうやだ。結果ね、結果こうなるよね。結果、デジャブのような動画になりますよ。逆にさ、なんかさ、簡単で子供が、あの、ご飯のおかずとして喜んで食べてくれるメニューがもしあったら、教えてください。うん。私の、あれに入れたい。ハンバーグとさ、あれじゃなくてさ。じゃあ、本当は肉じゃがの予定だったのよ。今日は豚バラも残ってるし、と思って。でも、粗煮をいただいたから、煮物と煮物じゃないと思って、だからフライって話だけど、だからフライなの。なんか過去のデータ使ってもいいんじゃないかっていうぐらい同じことしてるよね。本当に。なんか、パン粉漬けの、ギネスとかあったら乗れそうだもん。作ってる回数もそうだし、気合い入れて多分やれば多分早いと思うよ、私パン粉つけるの。もともと多分 YouTube 始めた時は一番嫌いな作業だったからね、パン粉つけ。本当に。一番やってるよ。パン粉つけ。でもね、コアも好きなの。揚げ物が。揚げ物って言ってもこのフライが好きなの。魚も肉もそうだし、だからまあそれが一番かなと思っております。はい、とりあえず衣付けが終わりまして、あとはちょっとスープ作ろうかなと思って、コストコのね、こやつがいるのよ。こやつがで、なんかわりかし煮物か揚げ物にしがちなんだけど、これでスープ作ろうかなと思って。明日も休みだから、明日も冷蔵庫入れとけば飲めるしっていうんで、そう、なんか最近暑いからスープとか、なんかご飯を多めに作っといてもダメになってちゃうことが多くて、スープとか味噌汁とかも最近はその日に飲める量だけ作ってたんだけど、そう、なんか暑くなってきたから少量を作るようにしてたんですけど、ちょっと明日も休みできっと飲むであろうってことで、ちょっと大きめでいきます。手羽中を、これ1個多いんだよな、きっと。手羽中を入れて、はい、そしたらこやつを刻めます。こんがり焼いていきます。そしてですね、キノコだったりとか、まあ、大根、人参とかを入れて、まあ、醤油ベースのスープを作ります。はい、とりあえず今こんな感じでフライとサラダとスープをやったので、スープが出来上がったら揚げ物揚げて、はい、ご飯にしていきたいと思います。疲れた。はあ、明日高野豆腐作ろうと思います。どんだけ食べたいんだよってね。めっちゃ好きなんですよ、高野豆腐が。はい、ということで、もう時間も時間なので、サクッと、まあこれができたら、完成させていきまーす。もうサラダはこのままでいいかな、なんて思っちゃったりしてます。はい、では。
味付けはめんつゆとちょっと醤油。さらに味を入れていきます。の間に揚げます。はい、私はご飯前ですけどよくもく食べます。どう？これいいかな。はい、あ、味が痛い。ふくらはぎがめっちゃ痛くなる。特に何にもしてないんだけど疲れちゃって。むくむく。ポアが描いたウルトラマン、めっちゃ上手じゃない？ちゃんとここの頭があるの。そう、なんか可愛すぎてさ、冷蔵庫の横に貼ってます。上手。なんか足が上がらなすぎてだるくて、めっちゃさ、こうつまずくの。こう、多分足がこう上がってないからスリッパにつまずいて転びそうになるっていうのが最近、ほんと1日で10何回とかに多分こけかけて。やばいよね。ちなみに生理中です。だから頭も痛いし、お腹も痛いし、さっきの豚バラじゃないけど、豚バラの下りもさ、イライラしてたじゃん。なんか動画で生理前のイライラっていうのをアップしたと思うんだけど、生理前ももちろんイライラするけど、生理中ももちろんイライラする。あのちょっとしたことで、その肉が剥がれないとか、ちょっとしたことでイライラするし、さっきのこのアクを取ってるシーンの手元だけあったと思うんだけど、アクが取っても取っても出てくるのにイライラしたりとかする。もうね、本当にいつ私はイライラもなくすっきりとしたこう体調面でもね、メンタル面でもね、いつすっきりとした自分なのだろうって思うのよ。そう、なんか怒らなそうですねとか、イライラしなさそうですねみたいな割と言ってくれる人多いんだけど、めちゃめちゃイライラするし、めちゃめちゃ怒るし、そうそうなのよ。もうね、もう本調子って何って思う。そう、だから最近ほんと動画撮っても愚痴言ったりしてるじゃん。もう愚痴も止まんないし。そうよそうよ、もう本当にそうなの。だから逆に私が見てる YouTuber さんとか、そう、あの大家族のお母さんとか本当に尊敬するもん。イライラするのかなって思うもん。でもきっと多分人間だし、そう、私もイライラしないって思われてるのと一緒のようにイライラすることもあるんだろうなって思いながら共感して見てる。これ朝ごはんも一生懸命作ったって食べるの一瞬だしさっていうね。一生懸命作ってもさ、おかず何って言われたりさ、一生懸命作ったのにえこれとか言われたりとかさ、もうはぁってなるじゃん。だからみんなね、人間だものっていうところです。もう首が痛くて。はい、こちらさん手を怪我しております。お腹すいた？お腹すいた？ほら、椎茸いっぱい入ってるよ。椎茸生で食べたら椎茸皮膚炎になるから。そうなの。椎茸皮膚炎って言ってた。お腹は壊さないの？お腹はこう、微妙だけど、なんか、わかんない、それはわかんないけど、なんか皮膚がある。お腹壊すから、ね、ただれちゃう。動きとかさ、うまいんだけど。はい。なんでー？そうわー。やばいやばいやばい。コアちゃんが、あの、テレビに夢中で、結構漏らしまして、バタバタしてました。あぶねあぶね。あぶねあぶね。アブデイじゃねえ、アウトだ。あれ、お腹空いてるって言ったっけ。うん、いっぺんには無理だよな。入るかな。全部いっちゃいたい。無理かな。あと2個、頑張れ頑張れ。アブだよ。アブだよ。ママとセイとミカとコアのご飯入れてみんなに思ってる。そっか、ダメだ。キノコ、毒キノコ見て、毒キノコ見て、キノコ、毒キノコ、毒キノコ、キノコ、毒キノコ、キノコ、毒キノコ、毒キノコ。ねえ、今日あれを信じてやろう。ママ、箸なんで？箸。あれを信じてやろう。ああ、ご飯にかけるの。でも、コアが大好きなこれでお肉巻き巻きだよ。これコアでやるじゃん。
はずーい。あれ、しんちゃん、しんちゃんだから、しんちゃんかけて、かけてダメよ。じゃあ、コップ持ってってください。はい、ありがとう、コップ。じゃあ、4個、はい、みんなの分。そうだ、じゃあそこに氷入れられる。氷、じゃーん、よき。コちゃん、5個はコップ多いです。コアの入れて、4個ですね。ワイヤーが氷入れてくれてます。わ、上手。いいよいいよ、頑張れ。わ、上手、助かる。あ、OK だよ、もう終わりだよ。ママとコアとソラとセイだから。これじゃあテーブル持ってってください。はい、ありがとう。テーブルにお願いします。はい、すごい、助かる。シュカドゥーン、どれ？ノア今まだいないから。どれ？それコアの、コアのちょっと大きかったね。ふぃー、おいしそう。はい、ということでこんな感じで完成でーす。コアちゃんがソース持ってきちゃったよ。ソースかけて。じゃあここに、もうみんなお腹空いたのでサクッといただきます。いただきます。